吉宗評判記暴れん坊将軍。こんな気取った料理は食いたくないんだ。くそ、何が怠惰。何がおかしい。申し訳ございません。俺が食いたいのは目刺しだ、塩鮭だ、梅干しに茶漬けだ。早く支度しろ。かしこまりました。何しろ派手なんですよ、やることが。こんなもの食えるか。ガチャーン。塩酒だ、目指すだ、とにかく早く支度しろっつって。何がおかしいんだこの野郎。プカプカって言ってかい。いや、そこまでは行きませんでしたけどね。何しろ足が縮み上がりましたよ。タイがガバーッと顔に来て、口に来て。お前ら偉いね。偉いよお前。大体男ってのはそうでなきゃいけねえんだよ。かかの顔色を伺いながらピコ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 してるなったら、これは江戸っ子の風上にも置けねえっつんだよ。風上、風上、風上。そんなこと言っていいんですかい。当たり前じゃないかよお前。冗談じゃないよお前。俺だってな、そのうちお前こんなもの食えるかってブチャーッ。いや、それだけじゃねえぞお前。あのくくなってんだろ。ペケーッ。ペケーッ。足持ってろ。ガーッ。そんな真似はしないよね、お前さんはね。そうよね。お兄ちゃんは私たちの料理が大好きですものね。好き好きだよ。いやいや、あのな、俺はだよ、こいつらにその男らしさってことについて教えていたんだよ。よそれはいいけどさ、大丈夫かしらね、おしずさん。何だってさ、あの人うちよく出入りしてたじゃないか、仕立て物持って。そうだったな。だから他人事と思えないんだよ。あんな明るくていい娘さんがさ、気難しい旦那を持って苦労してたらかわいそうじゃないか。と思うでしょう、かみさん。ところが心配ねえんですよ。そう、さんざん怒鳴られたげく、俺たちの方向いて、だもんね。そうそう。まあ、おしずさんらしいわね。ごめんください。あ、おしずさん。昨日の垣根のお礼を持ってきました。まあ、昨日はごめんなさい。あ、いらっしゃい。兄娘、面白い話聞いてんの。早くいらっしゃいよ。そうか。あ、しずさん、いらっしゃい。いらっしゃい。あのね、
ね、このしずさんの旦那さん、将軍様のお料理のお毒味役やってるんですよ。お毒味役か、珍しい役目だな。でも羨ましいじゃないの、美味しいものたくさん食べられて。それがちっとも美味しくないんですって。たまにうなぎのかば焼きなんか出るでしょ、しめたって食べてみるとすっかり油が抜いてあってパサパサのポロポロ油抜きのかば焼きか将軍様も気の毒にな。いつもそんな料理食べさせられてるから、うちへ帰ってくると目指し屋さんまが恋しくなるのね。そんな時にうっかり気取った料理出すと昨日みたいにガチャン苦労するのよ、いろいろと。そりゃいけないよ、旦那が悪い。おしずちゃんがせっかく心を込めて作ってるのに。今度うち連れてらっしゃい、私がお説教してあげるから。いいのよ、おかみさん、私そういう旦那様が大好きなんですものうちの旦那様は日本一よ。おうよ、おしずさん、何のことはね、俺たちはおしずさんにおのろけを聞かされたようなもんだな。おい、まったくだごめんなさい。でもね、一つだけ心配なことがあるの。旦那様いつも嘆いてるんです、俺の武士としての一生はつまみ食いで終わるのかって。この半年の間に値上げをしている店が増えているというのだな。はあ、何者かがそのように画策しておるのか。ああ、その辺はまだ確かなことは申し上げられません。ただ秋の取り入れ時までは裸行きでございますので、それでなくても米は不足がち、早めに打つ手を考えませぬと思わぬ騒ぎとなるやもしれません。米は武士町人を問わず暮らしの元となるべき大切なものだ。値動きが激しければ世相に不安を呼び、祭りごとの触りにもなるであろう。全く仰せの通り。タスケ、直ち値上がりの原因を探れ。は。半蔵、おその、お前たちは主な米問屋の動きを見張るんだ。はい。おい、柳田、どうだ、飯でも食いにかんか。いや、俺は。そうか、お主はつまみ食いだけで満腹か。おお、うらやましい話だな。まったくだ柳田、あ、これはお奉行。どうだな、お役目は。この組役は気を使う務めいえ楽ではなかろう。いえ、さほどでもありませんいや、無理をするな。お前は上様の御前のつまみ食いだけで終わるのは武士として物足りぬ一生と嘆いておるそうではないか。いや、それは。よいよい、お前のような若者にとっては無理からぬことだ。ああ、そこでな、柳田、実はこの先お前に大切な役目を頼むようになるかもしれぬのだが。それは誠でございますか。うん、やってくれるか。はい、お奉行のおせとあらば喜んで。よし、では今夜六半深川の今里という料理茶屋へ行こい。司祭はそこで話そう。かしこまりました。言うまでもないが他言は無用だぞ。は、うん、お米の値段だって。うん、だいぶ値上がりしてると聞いたもんだな。そうなんだよ、半年前まではね、100文で2升も買えたんだよ。それが今じゃね、1升5文も来ないんじゃないかしら。うちはね、大飯ぐらいが揃ってるだろ、だから楽じゃないんだよ。それもね、いっぺんに値を上げるんじゃないのよ。1ヶ月か2ヶ月ごとに少しずつ上げていくから、みんなも仕方なしに買っていくでしょ。気がついた時には大変な違いになってるってわけ。いや、けしからんな。文句は言わんのか。言ってもしょうがないんだよ、仕入れが高いって言われちまうと。それじゃあ江戸中の米屋が気を揃えているわけだな。そう、でもね、中には会心のお店もあるのよ。今でも頑張って安いお米を売ってる店が。ほう、どこだ。花カードの上司屋さん、毎日遠くから買い出しに来る人が行列してるんですって。そうなんだよ、うちの人もね、そういう店を応援しなきゃ江戸っ子じゃねえってね、今飛んでたところなんだよ。
あ、押さないで押さないで、お米はたくさんありますからね、皆さんにお分けできます、安心してお買いください。さあ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 、押さないで押さないで、全部ありますから。旦那、こう見境もなく米の安売りされたんじゃ近所のもんはうるさくてしょうがねえや。やめてもらいましょうか。そうなんです旦那。お帰り。何だと。誰に頼まれたか知らないが、うちは江戸の皆さんのために商売をしてるんだ。お前さんたちに文句言われる覚えはないよ。お帰り。そうですか。理事はしょうがねえや。やっちまえ。どこの馬の方だか知らねえがな、めぐみの名残で暴れたらとんでもない奴らだ。やるんだろ。足元の明るちにとっとて蹴らねえと、このめぐみの虎が相手になるぞ。おい、こらえろ。よりさん、やるな。おい、おめさん今なんつった。あ、めぐみのなんつったんだよ。だからめ、だから俺はめぐみのめ頭だ。どうもお待ち申したね。さあ、なかなかやるじゃねえか。いや、遅かったじゃないですか。やるなだ。おい、ちょっと、おい、おい、おい、ちょっと待て。おい、なんじゃ。おい、気が向いたらめぐみ来いよ。俺待ってるぞ。でございます。柳田様、お勘定奉行のお杯をいただいたご気分は。うん、私のような一介の毒味役にとっては身に余る光栄、天にも昇る心持ちだ。なるほど。いやいや、正直なお方でございますな。大御師様、このような真面目一方のご家来こそ大切になさらねばなりますまい。その通りだ。それゆえ脇坂様にお引き立てをお願いしようとこの席に呼んだのではないか。脇坂様、お聞きの通り柳田一十郎はお毒味役に飽き足らず、なお一層上様のお役に立ちたいと心がけている関心な若者にございます。どうか脇坂様のお力を持ちまして、しかるべきお役目につけまするようこの私よりもお願い申し上げます。よかろう、柳田。はもはや案ずることはないぞ。お前は何も考えずに黙って我らの言う通りに動いていればよろしい。ん？お前の行く末はな、わしがきっと面倒を見てやる。はっ、ありがとうございます。ようございましたな、柳田様。これで、あなた様のご出世は決まったようなものでございます。おめでとうございます。柳田様、ついでと言ってはなんでございますが、明日のお毒味の折にこれをお試し願いませんか。それは。はい、私の懇意な医者が3年の歳月をかけて作った胃薬でございます。胃薬。さようで、これさえ飲んでおけば決して痛みに悩むことはございません。上様にも献上したいと思いますので、どうか一つ。良い折ではないか柳田、早速試してやれ。はい、召し上がるご飯時前に飲むと良いとのこと。どうかよろしくお願い申し上げます。心得た。柳田、一月のうちには新しいお役目のご沙汰があろう。今夜はな、
柳田の前祝いだ。無礼子で飲め、飲んで歌え。大丈夫かな。ありがとうございました。はい、どうぞ。出世はもう目に見えてるもんじゃないか。御前奉行の大御所ですね。うん。もう一人は毒味役の柳田一十郎とか言ったな。米問屋たちに呼ばれたんだろう。本当に珍しいですね、あなたがこんなにお酔いになるなんて。酔いもするぞ。俺にもやっと運が向いてきたんだ。なあ、しず、俺もいよいよつまみ食いとはおさらばだぞ。これからどんどん出世をするからな。とっと嬉しいか。はい。でも私は今のままの旦那様で十分幸せですわ。何を言う、武士と生まれて石をつまみ受けて終わってたまるか。何しろ俺はお奉行のお声がかりなんだからな。お奉行のな。ことはござりませんが、まかない方では一時大騒ぎだったそうで。原因は何だ、食あたりか。いや、それはまだ確かなことは分かりません。御前奉行の申しますには、米問屋の常習屋をはじめ一件に関わった商人どもは当分の間お出入り止めにするとのことで。いや、全くけしからの話でござりまする。上州屋が妙だな。上州屋の店で嫌がらせをしたならず者たちは同じ米問屋の大宮が雇っているようです。うん。その大宮ですが、昨夜深川の料理屋に御前奉行の大御所と毒味役の柳田を呼んでおりました。何、柳田。はい。今一人年配の武士が招かれていた様子ですが、まだ突き止めておりません。よし、俺はこれから恵みに行く。お園は柳田の動きを見張ってくれ。まあ、五両もお奉行様がくれたのかしら。それがよくわからないのよ。昨夜はそのまま寝ちまったし、今朝になったら何を聞いてもブスッとしてるでしょ。二日酔いがひどいの。そんな時はね、庭にでも連れ出して水でもぶっかけてやればいいんだよ。とんでもない。大事な旦那様に風邪でも引かせたら大変。これだからね、おしずちゃんの話は愚痴ってると思っていつの間にかのろけに変わってるんだから。あら、バレたわ。でもね、本当に威勢が良かったのよ。俺にも運が向いてきたとか、新しいお役目につけるとか。よかったじゃないの。きっと認められたのよ、お奉行様に。ご褒美のお金よ。私はね、今のお仕事だって恥ずかしいことはない。しっかり勤めてくださいっていつも言ってるんだけど。石津さん、ちょっと話したいことがある。 あなたは昨日の徳田新之助だ。ちょっと。
ては旦那様もお奉行様たちの悪だくみに。そうだ、問屋たちと組んで米の値を釣り上げようとしている一味だ。まさか、あんなに真面目な方が。信じられません。その真面目さにつけ込まれるんだ。しかも毒味役という役目を飽きたらなく思っておる。五両という金も奉行ではない、米問屋から出たものらしい。私にどうしろとおっしゃるのです。俺に会って何もかも話すよう亭主に勧めてくれ。他に救える道はない。俺の居所はめ組の頭に聞けばわかる。待ってるぞ。徳田様、昨日初めてお会いしたばかりのあなたを信じろとおっしゃるのですか。今は一時を争う。人と人との真実の触れ合いに頼るほかあるまい。それではなぜ旦那様を救ってくださるのです。あんたがいい女房だからだ。奉行。ほう、柳田、ご苦労であった。お前の働きは早速脇坂様にお知らせしておくぞ。お待ちください。私は真実胃薬と信じてあの薬を飲んだのです。まさか上州屋たちをお出入り止めにするために利用されようとは夢にも思いませんでした。柳田、私これから真相を届け出てしかるべくお裁きをお願いしてまいります。待て、そのような真似をして無事に済むと思っているのか。ことは上様に関わる問題だ。大沙汰になればお前自身も腹を切らねばならん。その覚悟はできているのか。悪いことは言わん。黙ってわしについてこい。その方がお前のためだ。よいな、恋女房に買いでも似させて休んでおれ。無理もございませんな。意外なことの成り行きに柳田様も驚かれたのでしょう。しかし大丈夫でしょうか。やけになって訴え出られては面倒なことになると思いますが。なあに、あの男、妻をめとってまだ1年と経ってはおらん。腹を切るには未練が残りすぎるであろう。なるほど、そこまで見通してあの方をお選びになったわけでございますな。まあ妙な動きが見えましたらすぐに死んでいただきましょう。それから脇坂様へのお礼はとりあえず3000両ということに。大金だな。米の値が上がれば将軍様をはじめいろいろなところから横槍が入ります。その横槍を抑えてくださるのがご公儀のお台所を預かる勘定奉行の脇坂様。少しも高くはございません。まあそれもそうだな。大宮さん、上州屋の件は。お、そうそう、今夜は米の値について話し合いたいと手紙を届けさせました。そこで二人に片付けてもらいます。上州屋さんがいなくなれば残りの米問屋は私たちの言いなりでございます。お城のお米はうちと備前屋さんとでお納めいたしました。万事好都合というわけか。上州屋の旦那、すまねえが一緒に来てもらいましょうか。お前はこの前の。声を立てると命はねえぞ。徳田新之助だと。ええ、私も初めて会った方なんです。
ご浪人のようでしたけれど、不思議な気品のあるお武家様でした。その浪人が何を話したのだ。構わん、言え。あなたがお奉行様たちの悪巧みに乗せられていらっしゃるって、何もかも徳田様にお話しするのがあなたの救われる道だと。あなた、私あのご浪人の言うことを信じているわけではありません。でも昨日から今日にかけてのあなたのご様子は気になります。それからこのお金も、新しいお役目に就きたいとおっしゃるあなたのお気持ちは本当によくわかるのですが、私は今のままのあなたが誰よりも素晴らしいと思っています。つまみ食いと言われようと何と言われようと、ご自分がお役目に誇りを持っておいでならいいではありませんか。そんなの知ったことではない。下がれ。あなた、下がっておれ。頭、何の騒ぎだ。熱心さん、上州屋の旦那、大川に浮いていたんですよ。上州屋が。はい。新さん、どうも足は腑に落ちねえんですよ。たもとには石入ってるし、体を調べたら傷一つねえでしょ。お城のお出入りを断られ、のれに傷がつくのを苦にして身投げしたなんて役人が言ってますけどね、足は殺されたんじゃねえかと思いましてね。なぜだ。いや、上州屋の旦那のことは足は一番よく知ってるんですよ。旦那はね、貧しい連中に米を安く売ってみんなの喜ぶ顔を見るのが一番楽しみだった。だからお城の御用達なんてのはどうでもいいことだったんですよ。うん、値上げをしねえ上州屋は他の米問屋から目の敵にされたんだ。現に足もね、嫌がらせに来たならず者を何遍も見ましたよ。新さん、この通りだ。上州屋をやったやつを必ず見つけ出してもらいたいんだ。頼みますよ。あなた、ご登場の時刻ですよ。今日はお暇をいただく。でもお城へは使いを出した。余計な気遣いはするな。徳田新之助とか言ったな。めぐみへ行けば会えるのか。ええ、あなた、それでは徳田様に。お前に妙な話を吹き込んだ男だ。顔だけでも見ておきたい。はい、すぐにお支度を。どうした静、大丈夫か。すいません、こうしていればすぐに治りますから。お前、赤子ができたのではないのか。そうだな、赤子ができたのだな。もっと早くお知らせしたかったんですけれど、恥ずかしかったんでつい。バカな、恥ずかしいことがあるものか。でかしたぞ、シューズ。そっか、俺もいよいよ親になるか。親になるか。柳田さん、徳田新之助だ。歩こうか。あんた、一昨日の夜、御前奉行の大越と一緒だったな。
深川の通りだ。正体もなく酔っていたそうではないか。家に持ち帰った五両、誰にもらったんだ。静めそんなことまで。慌てるな。俺に話したのではない。め組の女房たちに相談しているところに俺が行き合わせたのだ。無理もない。片一方の亭主が素性の知れぬ大金を家に持ち帰ったのだ。女房でなくても不安になるぞ。あんたは毒味で腹痛を起こしたのはその翌日だったな。お前は何者だ。なぜそんなことを知っている。俺にどうしようというのだ。落ち着け。俺に何もかも話してみる。正式に訴え出ればあんたは必ずお咎めを受けるだろう。だが俺ならその心配はない。女房も泣かさずに済む。待て。話してみろ。大腰を操っているのは誰だ。上州屋はなぜ死んだのだ。上州屋が死んだ。知らなかったのか。今朝大川に死体が上がったぞ。知らん知らん知らん。俺は何も知らん。待て。これ以上女房に心配させるな。黙れ。二度とシズに近づくな。シズの腹には赤子がいる。つまらぬ心配をかけて体に触るようなことがあったら許さんぞ。何、赤ん坊が。どうやらあんたが邪魔になったらしいぞ。これでもまだかばわねばならぬ相手なのか。奴らの企みのおかげで何万何十万という庶民が苦しんでいることをよく考えてみろ。大宮には常時浪人やならず者たちが雇われておりますが、上州屋を殺した証拠はつかめません。ただ昨夜上州屋は大宮の手紙によって呼び出されております。手紙は米の値上げについて談合したいという内容だったそうですが、上州屋の番頭の話によりますと、大宮備前屋を筆頭とする大方の米問屋の圧力を上州屋一軒にて跳ね返していたということです。よし、お園に行って引き続き柳田一十郎を見張らせろ。は、心得ました。柳田がもし武士の魂をなくしていなければ今夜あたり必ず動き出すはず。あなた、お食事の支度が。酒をつけたのか。はい。そうか、赤子の祝いだな。おお、目指しに鮭に梅干しか。よしよし、これこそ我が家の食前にふさわしい献立だ。上様はこのような味をご存じあるまい。考えてみればお気の毒なことだ。うまい。お前も飲め。はい。夫婦とはおかしなものだ。縁あってお前を嫁に迎えて1年、それまで顔も知らぬ他人同士だった2人が
今ではこのように赤子が生まれればなおさらだ。はい。お前はいい女房だ。明るく優しく、時に俺が無理を言って困らせても常に微笑みを忘れん。俺が無事にお役目を務めてこられたのはお前のおかげだ。この期間に礼を言っておく。どうだ、しず。生まれ変わっても俺の女房になるか。ええ、あなたがもらってくだされば喜んで。でも、本当はこりごりでしょ。バカな。お前は日本一の女房だ。まあ、嬉しい。この上の望みはな、生まれてくる息子を男らしい男に育ててもらうことだけだ。いいか。間違っても毒味役などにはするなよ。ほら、何がおかしい。俺真面目に頼んでいるんだぞ。だってあなた、まだ息子か娘かわからないでしょ。あ、確かにそうだ。俺しまったな。行ってくる。お気をつけて。ちょっと、この身を捨てて罪滅ぼしをいたさんと思い定めす。新さん。で、柳田さんの行き先は。わかりません。私頭、静さんを頼んだぞ。わかりました。上様、柳田どこ行った。勘定奉行の脇坂様のお屋敷へ。そうか、黒幕はやっぱり脇坂だったか。そうか。大宮、どうやらその方たちの思い通りになってきたようだな。はい、安値のうちに蔵米、上方米から関東米まで買い付けておきましたので、儲けはどれほどになりますやら。これは当座の礼でございますが、どうぞお納めくださいまし。うん、うん、上様のことだ。いずれわしにご家紋があろう。その折はうまくなだめておくからの。ああ、よろしくお願い申し上げます。大越、あとは毒味役の始末だな。はい、先ほどは妙な浪人者に邪魔をされましたが、明日は必ず。参った。奉行、よくも騙してくれたな。貴様、血迷うたな。血迷いはせん。お奉行の観念に乗せられ、卑劣な陰謀に加担したのは柳田侍従の一生の不覚。番組のため脇坂様と差し違える覚悟で参った。この知れ者が。何やつだ。俺の顔見忘れたか。上様、脇坂立脇、その方、勘定奉行の要職にありながら米の根を操り私腹を肥やさんとする一味に加わるとは何事だ。天下万民に成り代わり、
その方を成敗いたす。出会いで、我慢禁止で。何とぞご成敗を。バカ者、女房はどうする、生まれてくる赤子はどうするのだ。男は己の将来に夢をかけ出世を望むのは当たり前だ。だが今の役目に誇りを持ち大地に足をつけて歩まねば、思わぬ過ちの源となる。忘れるなよ。女房、大事にしてやれよ。上様。勘定奉行脇坂立脇、御前奉行大越主膳は切腹、上州屋殺しの罪を問われた近江屋備前屋は死罪となったが、柳田一十郎は改めて毒味役に昇進し、功を認められて御前奉行にまで出世した。おいおいおい、ちょっと見ろよお前。え、丈夫な御巣ができたよ。ほら見てくれ。吉宗はその後も米の値に気を配って庶民の暮らしを守り、米将軍と呼ばれて親しまれた。吉宗評判記暴れん坊将軍、次回は一番組の肝入りなのしか。はい。町人とはいえ政の末端を担うのが町なのし、長兵衛の主義捨ててはおけんぞ。おかんさん、どうしたの源さん、お年はね。
肝入り選びの入札はお許しだったんですよ。私たちの代表として清次郎を入札に出すことにしました。清次郎と申す若造、お主の娘婿だそうだな。一度釘を刺しておきますか。やめて、お願いだからやめてちょうだい。親子で争うなんて嫌よ。貴様、何者だ。天下の風来坊、徳田新之助だ。次回、盾江戸の若者たち、どうぞご期待ください。